皆さんこんにちは。国民民主党神奈川県第19区衆議院議員候補の深作ヘッスです。現在行われている衆議院選挙、皆さん国政選挙と呼ばれますが、国政選挙には衆議院と参議院があります。ではこの衆議院と参議院の違いについて今日は解説をしていきたいと思います。この衆議院選挙、国会議員を選ぶ選挙なんですが、参議院という、この選挙もあるんです。この違い、改めてですね、衆議院議員選挙が今行われてますので、この違いについて考えていきたいと思います。まずですね、この定数については衆議院側が465、そして参議院側は245名。このまず定数が違うということも一つあります。それだけではなく、任期が4年、参議院側は6年で、大きな違いはですね、参議院というのは6年当選をしたら必ず6年間務めることになります。で、ただし衆議院は解散総選挙といってですね、解散をすることがありますので、4年よりも早い任期、もっと早いタイミングでこの任期が終わって選挙になるということがあります。これについてはもう少し解説をしていきます。そして選挙権、投票をする権利、以前は20歳以上が投票することができましたが、現在は成人年齢が18歳に引き下げられたことによって、18歳の皆さんから、早ければ高校3年生の皆さんから投票をすることができます。これは昔はですね、普通選挙ではなくて納税額や性別によってこの投票する権利というのが分けられていたんですが、現在は制限があるのは年齢だけ、18歳を迎えていれば、投票日に18歳を迎えていれば投票ができるという制度になっています。しかしながら、この衆参でもう一つ違うのは非選挙権といってですね、選挙に立候補をする、手を挙げて私が候補者となりますということの非選挙権の年齢が違います。衆議院側は25歳から立候補することができて、参議院は30歳から立候補することができます。こういった違いが大枠としてはあるんですが、どういったこの違いが、役割の違いがあるのか、この中の一つがですね、任期と解散の有無、これが大きく2つの性質、この院の性質を分けていると考えることができます。それは何かというと、先ほど言ったように参議院は当選すれば6年間は仕事ができる、逆を言えば6年間、民意を反映をしなくても仕事ができるわけです。他方で衆議院側は4年、またはそれよりも短いタイミングで選挙が行われますので、より今の情勢、今の国民の声を反映をしているというふうに言われているのがこちらの衆議院側であります。他方でこの衆議院というのはいつ解散があるかわからないということもあって、常に衆議院議員は地元の地域の人たちの声を聞いて回る、ある意味で政治活動に力を入れていく傾向があるんですが、参議院は任期が長いので、中長期的な話、今の目の前の話だけではなく、より長期的な話についてもじっくりと腰を据えて政策向き合うことができるというのも違いがあります。ただ、やっぱりですね、この常に私たち、国民一人一人の声がどれだけリアルに反映をされているのかということを考えると、ダイナミックに動くのが、衆議院側ということも言えます。そしてこれはですね、憲法では定められていないんですが、これまで参議院議員から首相、総理が出たことがないんです。ですので慣例として、これまで衆議院議員がそのまま総理になると、首班指名を受けて総理になるということが続いてきていますので、これまで参議院議員だったけど、将来的に総理大臣を目指す、またはその政党の総裁や代表を目指そうという方が、こちら側にくら替えをして、衆議院にくら替えをして立候補をするというようなこともたまに起きています。今回の選挙もさまざまな地域でくら替えの話や、地域を変える、そういったこともあるんですが、やはりですね、衆議院はより地元に密着をしている、参議院側はですね、各県または合区なんかもありますが、この神奈川県においては県全体が選挙区となりますので、私も2022年には参議院選挙に挑戦をしましたが、朝は横須賀にいて、
夕方には愛川町、そして翌日は箱根から始まって最後は横浜に行って川崎で締めると、こういったことも当たり前に起きたんですが、衆議院は小選挙区、より小さなこの単位でその地域の代表を選ぶということにもなりますので、どれだけの声が反映をされているのか、どれだけの人口の声が反映されているのかという、そういった違いも出てきます。今回皆さんの地域でも衆議院議員候補として走り回り演説をしている候補者いると思いますが、こういった定数や任期、こういった条件下で戦い、そして皆さんの声を国政に届けようと活動していることと思います。私も神奈川19区、川崎市の宮前区と、そして横浜市の都筑区、今回立候補している中で唯一地元で育ってきた候補者として、この地元を代弁をしていく、この役割になっていきたいなと思って活動しています。今回は衆議院選挙を迎えて、改めて衆議院と参議院の違いについて解説をいたしました。